テレビ、雑誌、新聞、まあ各種媒体、メディア等々でですね、ご覧になった方も多いんじゃないかと思います。消費増税が 8% から 10% に、2019年、令和元年ですね、10月1日からなりました。そちらでですね、こちらの経済産業省、まあ、国のですね、主導のもと、キャッシュレスのお客様は 5% 還元しますよということをやっているんですけれども、